それではこれからパネルディスカッションをいたしますがこのパネルディスカッションではあのどのようなことをお話ししようかということでま少しえ考えたんですが今日のお二人の,あの発表は産業家あるいは企業家にのお話でございましたがそこの部分を前半の部分で少しお話をさらに深めて ではどうかというふうに思っております。それからさらにそれがそのビールなり乳製品が今度普及していく過程では受け取り側、受け取る側ですね。えー、あの消費者あるいは家庭、こういったところがあのどう受け取るかということも大きな課題になるわけです。それをできるだけこう広めるためにまあ企業の 方での努力っていうものも、あの、積み上がってきたと思われますので、まあ、その二つを大きくの視点から考えていければっていうふうに考えています。で、まず、あの、えー、今日のお話は、あの、試行品のまあ第1回目みたいな感じで、ビールと乳製品ということでございますが、いずれにしても、あの、明治になって、 で新しく広がって起業家をされたものということになるわけですが、えー、一つ、あの、基本的なところで、まず伺いたいんですけれども、 え、ビールの原料に必要なものというのが、どんなものであるのかっていうことを確認をさせていただくためにお話をいただきたいのと、その原料も含めて国産化ということになって初めて国産というふうに言えるのかもしれないんですが、その辺の条件といいますか、元々日本になかったビールというものを 国産化していくというためには、その原料、まあ、あの、だけではなくって、えー、製造の技術であるとか、まあ、人をそのために養成する、それから先ほど、あの、練乳のところで機械がいろいろ、あの、発展が出てまいりましたけど、そういうものの、機器の開発、改良、こういったものもありますし、それから、それを普及させるために、 運ぶということもあるわけですので、どういう形で、どんな容器に入れて、具体的に運ぶ、運んで、販売をするかっていう、この辺のことは、あの具体的に行うとなると、一つずつ大きな条件になるかなと思うんですが、まずは、そのビールの原料が何と何がなくてはできないものなのか、えー、皆さんもご存知かとは思いますけど、それを どうやって国産化する工夫をしてきたのかそれが日本の風土とどういうふうに関わってきたのかまず原料にに関ししてだけ先にお願いしますそれではですね、えー、ビールの原料の方の話私は作る方はあんまり得意じゃないんですけども基本的にはビールってあの大麦が原料になりますで必要なものっていうのはあ、まあ、苦みのあるホップですね ホップが必要ですねそれから、まあ、ビールなんですが麦芽いわゆる酒の中心になる大元になるものですよねで実はこれっていうのは麦芽がちゃんとしてないとダメっていうことらしいんですねで実はあのこのビールについてですね最初官業っていうのを政府が打ち出した時に実はあの比較的簡単にできるんじゃないかってどうも思ってた節があるんですね要するにビールあ麦日本にいっぱい作ってますね これから北海道とかね、ちょっと山の方に行くと自然にホップもあるんですね。で、日本には日本酒の酒造業っていう伝統もあるわけですね。これ簡単にいけるんじゃないのって実はワインも同じなんですね。甲州ブドウなんていうのは近世から有名なわけですね。ぶどうあるじゃない。ね。ワインできるじゃない。と思ってたんですけど、ところがですね、やはり難しい。つまり、普通に穀物として食べる麦ではなくて、 ビールの原料に適した麦っていうのをやっぱり使わないといいビールはできないんだっていう当たり前のことに気がつかされるんですね。ですから最初はですねこういう大手のビール会社ができても原料から何から全部外国から仕入れるんですね。でもそれって 作業で先ほど言いましたように、食産工業っていうのは、外国からものを輸入しなくて、自分のところで自前でできれば、要するに外貨としてお金が流れていかないって、そのために食産工業するわけですよね。ところが、外国からものを買ってたんじゃ、お金外国に行っちゃいますよね、食産工業にならないんですよね。ですから、それをいわゆる原料の麦までですね、要するに自給していくっていうのは、ものすごい時間かかるんですね。大体大正以降。 麦までです、ね、自給できるようになっていくのはちょっと条件があの北海道札幌なんかだと割と自給最初からあの麦を作ってやれるんですけども東京のビール会社なんかだとなかなかそうはいかずにですね対象ぐらいまでその時給原料の時給っていうのはかかるみたいですねあのイーストなんかもそうですね発酵させますからあの酵母が必要なんですけどそういうのって最初手に入らないんですよね です本当かどうかわかんないんですけど、あの木村屋というのは、アンパンで有名な会社ありますよね、つまりパンのいわゆる発行するイースト菌、あれをもらってきてビール作ったなんていう話もあるぐらいなんですよね、最初の頃はですね、ですからもうすべてが外国から持ってきたものをどうやって自分のところで作っていくか、そのためには民間企業だけではできないので、やはり政府、いわゆる官業 国であったり、それから府県であったりのやっぱ後押しがあって、それに民間に技術が移転していくって、どうも最初はそんな形でやっていくようですね。こんなところでよろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは、あの、練乳の原,原料とそ、そこに必要なものですね、製造するときに必要なものをなんですが、そ,それを含めて、その、どうや、もともとあった、 ものでではど、まあ、ないわけですけすどそこにその練乳を作るということをあそこで行ったあの,の場所で行うということはそこであの牧場ができて牛を飼うということがあって牛乳が取れるということがもちろん大前提ですけれどもその製品を作るというところに何他に何が必要か ということと、まあ、周辺のその環境みたいなものとの関連というのがもしありましたら教えてください。えっとあの先ほども申し上げました通りですね日本はその乳製品の歴史というのは練乳から始まったということでありまして、えーまあ、これはその欧米とは異なるわけですね。でやはりその、うん もともと余った牛乳を使って作ったということであります。えー、最初その余った練乳を作っ、を使っていくんですけども、だんだん練乳の需要が伸びていきますと、その練乳を作るための牛乳を作るということにあの変わってくるわけですね。で、砂糖はですね、えー、まあ、 当時その、台湾の製糖業との密接な関係がございましたので、えーまあ、台湾あの砂糖はいくらか安い価格であの仕入れることができました、まあ、そういった砂糖を使いながら、レニューを作っていき、また、その製菓産業も同時にあの発展していったということなんですね。えー またこの牛牛あの乳牛ということなんですけども明治時代の初めはですね実は、えー、和牛によって和牛のミルクを使っていました、えー、ですがその後明治政府はですねより、えー、質の高いミルクを出す、まあ、ホルスタインだとか うん、ブラウンスイスといった、えー、牛をですね、海外から輸入するということをま考えたわけです。まあ、この、どんな牛を輸入するかということについては、まあ、当時の、まあ、政府系のですね、試験場では大変議論がされたということでありますが、まあ、まあそのような形で、えーその 原料となる牛乳をいかに品質の良い,いものを作るかといった、まず、乳牛選びですね。それからその価格の安い砂糖。こういったものがまずありますね。あとその牛乳をその収穫するのに、やはり立地的な条件として牛が近くにいた方がいいですから、まさにこの阿波地域というところが 選ばれたんだろうというふうに今考えられます。まあそんなところでしょうか。ビールに関してはあのそれをこう持っていくっていうかで,できたものをあの運ぶという時のはい、はい、まあ手段って言いますかそういうものはなんかあります。すね、まず基本はですね、えー、ビールってあの。 日持ちそんんなにしませんから。<laughs> 1年も2年もあの置いとけませんので,あので当時はもっと技術が悪いですからこう腐敗したりするっていうのは今より多いんですよねそうするとやっぱり作ったその場で出していくような例えば牛乳みたいなでね搾りたてを出すようなイメージだと思うんですねそれがだんだん品質が上がっていくと少しは持つようになるんですがまず表消費に近いところ ですから横浜とか東京とか、そういうところでですね、大阪とか、そういうところで要するにビール会社ができてくるっていうのはそういうことなんですね。実はですね、あの、こういう話すると長くなっちゃるからあれなんですが、皆さん興味あるかどうかわかんないんですが、札幌の開拓地でビール作りますよね。そと開拓地の長官って黒田清隆ですねあー。薩摩ですよね。そと薩摩の親玉って、あの、大久保利通ですよね。そと大久保は東京に政府にいるわけですよね。そとね、開拓地でできたって喜んでね、大久保に送ってくんですよ。陸路。 鉄道ありませんから。そしたら、リクロで送ってくるうちに送ったやつ全部ね、破裂しちゃった。線が抜けちゃって、で、もう全然ダメになっちゃったっていうね。つまり、そのぐらい輸送って難しい。ビールもですね、難しいので、あの品質を上げるっていうことと、それからあとは、あの、ある程度品質ができてくるようになると、鉄道ですよね。まあ、鉄道とそれから船も出てくるんですが、ただ鉄道もですね、そんなに鉄道もっていうのは早いうちに、こう、できません。 実は面白いのはですね、北海道なんかでいうと、札幌でビール工場って作るんですけど、函館でも作るんですよね。なんで函館で作るかっていうと、札幌で作ったビールっていうのが、実は大抵は小樽を経由して東京に来るんですね。ところが、函館なかなか行かないんですよね。じゃあ函館どうするかって、函館でビール会社作っちゃうんです。つまりそういう話ですね。ですから、あの交通網で、こう、なんていうんでしょう、流通がなかなか行かないところ、例えば、 え長野とか、新潟とか、そういうところでビール会社ができるんですよね。ところが、そういうビール会社っていうのが、交通網が発達していくことによって、えー、中央から、まあ、質のいいビールとかですね、そういうもの,の、安価なビールがどんどん流通できるようになると、潰れていっちゃうんですね。で、潰れた時に、有望な工場は、例えばキリンとか、 それから、エビスとか、ああいう大企業が買収しちゃって、自分の地方工場にしちゃうんです。そうすると、その地方工場で、その近辺のですね、新潟だっ,った新潟の消費地に、そっからビールを供給するとかっていうことをやっていく。そういう系列化をしながら、だん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 こう、巨大化していくっていうことだと思うんですね。であ意外とあの、流通ってよく分かってないんですよね。実は今こうやって皆さんとお話をしててもですね、あの、例えば、日本酒の場合っていうのは、 昔はですね、買いに行くときに、とっくり持って行って、じゃあ1号ください、2号くださいですよね。じゃあビールどうしましょう。瓶がないんですよ、瓶が。瓶高いんですよ、これ。日本で瓶が自給できるようになるのは明治の中頃以降なんですよ。大体明治の20年代ぐらいにアメリカでオートメーションのビールができるような技術が開発されたって言ってますから、日本に入ってくるのもっと遅いんですよね。 瓶ができるようになったとしても拭いてんですよ。拭いてるって言ったら瓶の形一つ違いますよね。だから王冠で締めらんないんですよ。同じ形じゃないから。コルクなんですちょっとコルクってのは抜きにくいんですね。抜けないようにゲーッと入れるから。抜くとき大変なんですよ。つまりで、ね、そんな形で瓶も作んなきゃいけないんですね。ビールだけじゃなくて。新しいものを作るっていうのはそういうことなんですね。 それはあのビールも他のワインなんかもそうですけどやっぱり大変だったみたいですね。でも流通の時はね、そういう運ぶものもね、やっぱり容器もね、関係してきますのでね。はい。とあの、練乳のところでは、その、こう技術上真空釜になっていくわけですけど、これ、これもあの、こう実際にこう出す時っていうの。 缶、のようなものに入れるんですか、容器は。<laughs> なん、なんなんで。はい、出来上がった練乳を。ど,どういう、あのちょっと先ほどは、えっ、ー、と、ドライミルクのところは缶が出てきましたけど。練乳の場合は、何に入れてるんだ。どんな大きさ。えっ、ー、と、大体、えっ、ー、と。スイカぐらいじゃないですかね。スイカとかメロンぐらいの大きさじゃないでしょうか。はい えっと今おっしゃったような、あの,成果あのお菓子を作るところにおろすすいう形なんですか、まあえー、もともとは、はいえー、練乳はまあ大変貴重なものだったので少し練乳をまあコップの中に入れてお湯で溶かしてで飲むとかですねそういうことをしていたわけですけども。 まあその後、そういう正解向けの原料として使われるようになりましたのでそういった業務用原料として出荷されていったということですねああのこれ、えーと、私のあれがよく分かってないところがあるんですが練乳とコンデンスミルクって同じと考えていいんで,ですねいとコンデンデスというのは、まあ 英語でコンデンセーションと言いますがそれは濃縮という意味でして <laughs> まさにそのミルクを濃縮したもの <laughs> うん、うん、コンデンス<あ>ドミルクですね。本当ねあそう私子どもの頃小さちちいこんな小さい缶に入っていてそれを少しだけあの湯の湯飲みみたいなのに入れてもらってでお湯を。 たっぷり入れてすごい甘いなあと思ってあの懐かしい気がするんですけどそれと練乳このおっしゃってるのは同じようなものっていうことですね同じものですね<あ>でしかもですねえ付け加えますとおまあミルクに砂糖を入れるとお固まるよというまあ固まるよというかこういうとろみがつくよ、えー コロイド状と言いますけども、まあ、そういうようになるよっていうことも、えええまあ、それまでの、うん、研究で明らかになってましてその技術が応用されて練乳になったということですね。なるほどでそれは缶に入れるとかなり持つね先ほどビール持たないっていう話だったんですがあまり <laughs> 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 結構缶詰だから持つんですかね ある程度は持ったんだけど、ねうん、外国から入ってきてますよね。そうですね。うんうん、私はあの肩書き書いてあることがかわかりませんけど。私は税務署方面の方から来ておりますので、<laughs> あのコンデンスミルクって外国から輸入してくるので。で、あのそこに、なんていうんですか、あの。 長いこと物品税かかってんですよねって一般的に普通に考えちゃえば要するに贅沢品だって考えればいいのであのやっぱそういう扱いだったんでそれで僕もびっくりしたことあったんですね、うん、コンデンスミルクっていうのはあ貴重品とか贅沢品だったんだ昔はっていう,う思ったんでやっぱりそ,そういうのを考えるとなんか今こって日本でそうやってそれ,じゃそれをどうやって作るかっていうのはあそれっていうのが大事なんだなって逆に思いましたですね。はあ、じゃあ,まあ容器も含めて 技術開発をするということは大変、あの、大事というか非常に苦労のあることであって、まあ一口に、えー、ビールとか練乳といっても新しいものを開発する、それを企業として、まあ、作り上げていくっていうのは非常な、あの、たくさんの、まあ、失敗も重ねて、まあ大企業になったところもありますけれども、先ほどのお話のように、えー、たくさんの小さな 企業が、あの、いろんな失敗を繰り返して、えー、今のような形になっていったということでもあると思うんですけれども、まあ、あの、これはあの、製造の技術だとか、それから実際に製造する人とか、それから製造のそのための機械ですね、そういうものを開発するとかっていうところに全部人が関わることになるわけですが、そういう人の要請なんかについては、 お分かりでしょうかビールの場合はですね、あの本当に初期はよく分かりませんただあの、の多分経験みたいなもので、お雇い外国人が来てるってのは分かってるんですね、あの東京のやつの中でもあの、実際それで作ってるんですが、そういうところのお弟子さんみたいな人がいて、そういう人が体験として覚えて、 でその人が要するに伝えていってビール工場の指導化なんかをしていって広がっていくっていう形ですね。ただ、大企業になってくると例えば札幌なんかもそうですけども外国に留学をします自前でそういう技術者っていうのは養成していきますのであのその辺はちょっと他の日本酒なんかの場合なんかとは違うと思いますね、まあ、伝統的ではありませんので。 日本史なんかでも醸造試験場ができたり、あと大学の醸造家があったりってありますけど、あんまりビールっていうのは、ね、大学なんかでこう醸造家みたいなのできてっても、あんまりなんかビール関係あるのかなみたいな、ちょっとよくわからないですね。基本的な知識としてはそういうところに出た人が技術者になったりすると思うんですが、もう直接もう外国に行って勉強してくるっていう感じですね。ですからそういうのをですね、あの、日本のいわゆる外務省ですね。例えばドイツのいわゆる大使館、 今、日本行ってるわけです、ね、で、すねそこにこれからあのなにあアサヒビールの技術者があの勉強に行きたいんだけどどっかいいとこ紹介してくれみたいなそんなんで要するに留学して勉強して戻ってきてやるっていうそんな感じですねはい、あ、練乳の場合はどうなんでしょう練乳だけではなくて他の乳製品も含めてですねチーズとかバターとかありますけれども、まあ、そういう人材の要請というのはですね まさにこのビールと似たようなところだと思います。やはり最、あ最初はですね、そういう、うまあ試験場で、そういうおっとい外国人が、指導をしながらですね、そういう技術を伝えていったと。で、それを受けた、ものが <laughs>、いろいろな練乳所に行ってやったと。で、まさにこう、 大企業化していきますとですね、機械もあの真空釜のような立派なものになりますので、そうしますとマニュアルとかですね、あるいはその大学で、えーまあ、農芸科学とかの分野のですね、えー、大学で指導を受けた技術者がやっていくということですね。当時の、えー、技術書、 を見てみますと、やはりこの練乳というのはこうやって作るんだよっていうことがちゃんと記されてい、ね、て、またその外国での作り方なんかもあの学生に紹介しているのがあります。はい、とあのその機械の中で井上釜っていうのが出てきましたね、ひら,がひら鍋から。それは井上さんという人が開発をしたっていう意味なんですか おっしゃる通りですね。<laughs> えー、しかしながら、えー、リチャード経営という親とい外国人の力によるところが大きいというふうに言う人もいるので、井上釜というにはちょっとおこがましいんじゃないかというような、あのーあのー、言っている人もいますが、しかしまあ完成させたのは井上。 え建造でありますので、えー、井上釜というふうに称されてますでこの井上釜から真空釜に、えー、移,行移行したっていいますかこれはあの海外のものというんではなくて日本の技術開発というふうに考えていいんですか、えーまあ、基本的にはその海外のの技術の応用編で まあ、それをその国産化したということであります。あります。えー、やはりこの日本独自で作っていこうじゃないかというのが、まあビール産業も同じかと思いますけども。まあ、そういった形で、まあ、進んでいったわけですね。はい。結構技術でもあれですよね。日本独自のものってありますよね。えー、実はあのビールって炭酸入ってますから、普通にやっとくと、ま発酵しちゃいますよね。ええ、うん、だから、は、パンと線飛んじゃうわけですね。で、それを抑えるために、実は。 横山スケジュローって実はこの業界では有名な大阪の技術者がいるんですけどあのその人が何をしたかったか日本酒の火入れの技術を使ってビールに火入れをして要するに発酵を抑える技術を開発して海外に輸出したって話になってるんですね、うん、つまりそういうなんていうんでしょうやっぱりこう日本の製酒メーカーなんかを経験してる人たちもいますからやっぱそういう同じ醸造技術みたいなものでアレンジしていったりですねでも有名な話ですけどドイツの場合は純粋ビール霊っていうのがあって 要するに麦芽とビール以外でビールを作っちゃいけないてそれはビールじゃないんだっていうようなことを言うんですね。つまりちゃんとレシピが決まってるわけですね。日本の場合はそれに例米を入れるとかですね。<laughs> あのなのでやっぱり日本にあったような作り方っていうのはそれなりにこうしているんだと思います。今も日本もあのなんかビールとか第三のビールとかってめんどくさい話ありますよね。であれの時に必ずしも麦だけで作るのがビールっていう定義は日本ではないんですよね。 だからやっぱりそれはその伝統の中であの米使ったいろんなものを作りながら日本も見えるっていうんですかねなんかそういうものをやっぱ作ってきたっていうのはあると思います。それはまさしくあの日本の食,食そのものもそうだと思うんですけれどもあの例えば近代になってあのとんかつなんていうのがありますけれどもい,いかにも洋風のものなんですがあれもあのお箸でた食べられるように切って出しますし。だからあの キャベツを千切りにして山盛りしてありますけれどもあれもあの普通は西洋料理だとあた熱いものに生のものを添えるっていうことはあんまりしないわけですけれども、まあ、それも一つの工夫ということになりますしとんカツソースに至ってはさらにこれも日本化したものということになるので、まあ、和風化。 っていう感じだと思うんですね。そう今伺って、ビールもそういう感じで、まあ、独特のものも味もあの多分え、好みが変化をしてきているだろうと思うんですが、まあ、そういう形で日本人にこう定着をしていくようなあの技術だとか、そういうことの開発っていうのがあったと思うんですが。